サッサン、デッドバイ、サバイバー。やっていきましょいと。怖いですね、サバイバー。わー、これ終わったんじゃねー。なんそういう絶望感。見つかったら終わりだから。この緊張感はホラーゲームだからいいと思うんだよね。タナとどれぐらいの効果音だ。あ、タナとも地味に効くな。サージ？キッチュー。目視するタイプ？お？そっち行くか。これ俺以外 PC の多分3人パーティーだと思うんだけど。まあ本当にがっつり誰か1人を。まあ、ノラでもそうだけど、誰か一人ほんと永遠に、一人でも回してないと発電機はつかないっていう感じやな。本当に。あ、ナイス。ただ俺こういうなんか試合っていうか、こういう展開のが面白いと思うけどな。本当になんか今まではサバイバーってふざけたことやってても、なんだかんだ脱出とかできちゃうから、本当にふざけたやつがいなくなるっていうのはゲームバランスとしてはいいんじゃないかと思うんだよな。ちゃんとやるっていう人が増えるっていうことに関しては、どっちかなんかもう一方的になっちゃうと。おお、全然いいじゃん、全然ええやんけ。まあ、あの人がチェイス頑張ってくれたってのもあるんだろうけど、90いってないか、もう一人と。あ、ナイス。あれ、オフレコかな。早く早っ。
早すぎんよ。なんかいいの持ってんのか。まあそう対応しないと無理だよな。いやでも俺こういうし、こういう試合の方が面白いわ。なんか一方的な展開になるよりどっちかが。マジで最高やん。こう野良同士で、まあ俺野良なんだけど、こう味方と一緒にこう直したりさ、野良でも考えてやる人が増えれば絶対発電機はつくからね。考えないやつ、野良でも考えないやついるから、だそういうさ、何も考えてないで、うわー脱出できなかったとか言ってるやつは論外だよね。デッドバイのゲーム性を理解してないんだもん。だってそりゃ適当にやってたら、そりゃどのゲームだってそんなうまくいかないからね。今までがおかしすぎたんだよ。だってふざけたことやってても脱出できるんだから、今前の環境だったら。よし、まあでもパーティーとかでやってる人はあれなんだよね。初心者の頃からパーティーでやってる人は多分こう一人で考える力があんまないと思うんだよね。なんでゲームとしてのこの状況だったらどう動けばいいのかっていうの、助けるタイミングはどうしたらいいのかとかさ、多分みんなそういうなんかパーティーでさやってる人たちはそういう指示でやってると思うから。あ、小さいのかな。大丈夫だね。俺何試合かサバイバーやったけど、今のところ全部脱出できる、脱出できてるけどな一応。サージだ、 PC ナースの人だもんね。ケーキ漬け、サージじゃねえか、ケーキ気付けに名前変わったんだよね。堕落か。一応アドオン1個だけで気使ってる感じだよねこの人も。一応オフレコ、植物とセリフケアが流行ってるよねやっぱ。回復、うん、あーこれも名前変わったんだ。あれ名前変わったっけ。あ、そうだね、ナンシーのパークだから変わったんか。まあ今までの環境が甘すぎたと思うけどね、サバイバーは。この感じがめっちゃいいと思うけど。ということで、では。